セヌリ党は韓国の保守政党、2017年4月5日設立。大統領弾劾後も、朴ク,クネを引き続き支持する保守系の人々によって結成された政党で、韓国では極右とみなされている。朴ク,クネ大統領は2016年10月に一連のスキャンダルが発覚し、同年12月に国会から弾劾訴追を受けた。これを受け、 槿国政権の与党かつ、韓国の保守派で最大勢力を有する旧、セヌリ党は支持率が急速に低迷。また、党内の反朴大統領派が大統領弾劾訴追に同調し、最終的に集団離党と正しい政党結成につながったことで、党勢は深刻なダメージを受けた。そのため、翌2017年1月に旧、セヌリ党は、 党のイメージを刷新すべく5年ぶりに党名を変更することとし、同年2月8日の議員総会で責任党員から最も多くの支持を受けた自由韓国党を新しい党名にすることを決定、2月13日の常任全国委員会の会議で党名変更が正式に決定された。その一方で、朴槿恵大統領の弾劾に反対する集会を行ってきた親朴系の旧、 セヌギ党議員と保守団体は、僕ク,クヌから距離を置こうとする旧、セヌギ党に反発して、独自政党の結成準備を進めた。そして、旧、セヌギ党が、セヌギという党名を放棄したため、彼らは2017年2月21日に、セヌギ党総統準備委員会を結成し、3日後に中央選挙管理委員会へ、政党登録申請を行った。 2017年4月5日に、新、セヌリ党は、決闘大会を開催し、大統領弾劾無効のための国民総決起、運動本部の帝三沢代表と、同団体の共同代表である県内会、元国家安全企画部長を、党の共同代表に選出した。そして4月9日に、親牧派の革新と呼ばれる元自由、韓国党党員の長原新が入党したことで、新、 セヌリ党は国会に議席を有する院内政党となり、翌4月10日に政党登録が完了して正式な政党となった。4月11日、新、セヌリ党は第19代大統領選挙で大統領候補に超原新を公認したが、最終的な得票率は0.13%と惨敗に終わった。大統領選終了後、新、 セヌリ党を掌握した親牧系の党員は、親超元神系の党員を懲戒し始め、6月17日には、超元神の除名を公式に発表した。これにより、唯一の国会議員を失った新、セヌリ党は、院外政党となり、除名された、超元神と彼を支持するグループは8月30日に、大韓愛国党を結成した。超元神の除名以降、 党の活動は極めて低調な状態が続いており、時折公式ホームページで情報を発信する程度である。2018年の第7回全国同時地方選挙では、関温度横条軍の基礎自治議員に2名の候補を擁立したが、いずれも落選した。また、2020年の第21代大総選挙にも候補者を擁立したが、いずれも落選している。ありがとうございます。